こんにちは、やる気先生です。いつも励みになるコメントほんまにありがとうございます。今日の問題はこちらです。ぜひ一度ね、友達に説明できるか考えてみてください。じゃあ準備 OK でしょうか。ここから授業です。どうぞ。で、次に何を求めるかっていうと、1番目の人が当たりくじを引いたという条件のもとで、その箱が箱絵であるという条件付き確率を求めてくれと言われています。で、親切にね、式書いてくれてるんですが、やっぱり条件付き確率の意味はね、こんなもんなくたってね、分かっときたいですよね。1番目の人が当たりくじを引いたという条件のもとで、つまりね、この1番目の人が当たったっていうその世界のことを考えてくれよと。だから分母、この1番目の人が当たったっていう確率、この40分の3を使います。で、この当たった40分の3の世界の中で A で当たったその確率を求めてくれって言われているので、分子はこれになるんですね。だからこの世界分のこれ、この式で答えが出ます。あとはね、整理していくだけですね。分母にも分子にもね、40分の20分のがあるんで、両方ともにかける40してあげればすっきりいきそうですね。計算すれば3分の2なんで、ここの答えは3分の2とわかるという流れです。で、ここからようやく本題なんですね。1番目の人が当たりくじを引いた後に、同じ箱から2番目の人がくじを引くときに、一体どれぐらいの確率で当たるやろうかと。つまり、もし1番目の人が A の箱から当ててたんやったら、2番目の人もその A の箱から当てると。つまりその時 A の箱に残り99本で、当たりが9本入ってるんで、99分の9の確率で2番目の人が当たりますね。で、もしね、1番目の人が B の箱で当ててたんやったら、今僕らがしたいのは同じ箱から2番目の人がくじを引いて当てる確率なんでね、2番目の人も B の箱から引きます。じゃあ B の箱はね、残り99本なんですが、当たりは何本になってるでしょうか。というと、箱 B にはね、最初当たりは5本あって、それを1番目の人がもう当てちゃってるね、残りは4本ですよね。じゃあ、あとは計算していくだけです。 PWA は先求めた3分の2ですね。じゃあ次、 PWB はどうなるでしょうか。というと、1番目の人が当てたっていう世界の中でね、 A の箱から当たってるっていう確率が今3分の2やったんですね。じゃあ残りのね、 B の箱から当たってるっていう確率はどうなるかっていうと、3分の1ですよね。この3分の1はね、1-3分の2で求めてるんですが、まあ、もしちょっとでもね、ややこしかったり自信がなかったら、これと同じやり方でいいですよね。40分の3分の40分の1を計算すればね、同じように3分の1が出てきてくれます。じゃあとはこの計算をしていくだけですね。まあ、実際的な話としてはね、なんかこれ、うわ、約分できそうやなとか思うかもしれないですが、もう分母がね、これ揃うんで、3×99 で揃うんで、約分はしないです。もうこのまま通分して計算していきます。そしたらね、297分の22になるんですね。で、ここから約分できひんかなと考えると、そしたらね、22というのは 2×11 なんで、2×11で割れそうです。じゃあね、この297ってそもそも 3×99 で出てきてんやから、これ99って11の倍数ですよね。だからこれ11で約分できるなということがわかります。これにて27分の2が答えとわかるという流れです。で、次何するかっていうと、それに対して1番目の人が当たりくじを引いた後に、異なる箱から2番目の人がくじを引いた時の確率を計算しようと。だって僕ら今何したいかっていうと、1番目の人が当てた後に同じ箱から選ぶんか、それとも違う箱から選んだ方が当たる確率が大きいんかっていうのを計算したいんですね。だからもし1番目の人が A の箱から当てた場合、その次2番目の人はどっちの箱から引くんでしょうかっていうと、 B ですよね。じゃあこの時 B の箱から当たる確率っていうのは、 B はまっさら手つけられてないんで、100本中5本当たりがあるんで、ここ100分の5です。じゃあ次、1番目の人が B から当ててた場合はどうでしょうかっていうと、1番目の人が B から当てたなら、2番目の人は違う箱から選ぶ、つまり A の箱から選ぶんで、100本中10本が当たりなんでね、かける100分の10です。通分して計算、約分すればね、15分の1と求まるので、答えは15分の1とわかるという流れです。